ブラーロケット団えいやーへへへじゃあなどうしよう、ポケモンが壊れた。取り返すしかない。これでボスにも喜んでもらえるわ。ピカチュウに EV 最高だぜ。侵入者だよ、侵入者だよ。何、侵入者だぞ。ここは私に任せなさい。もう返せ。へん、二人で来たって無駄よ。二人じゃない、そして私たちにはポケモンがいる。行け、コリンくん。行け、ピカチュウ。私に取られてるでしょ、ポケモン。そうだった。まったく、行きなさい、絡まぬろ。失敗だったね。あ、ロケット団って悪って感じがして怖いよ。怖い怖い。そうか、何、ロケット団たちも怖いって思う最強に怖いものを用意すればいいんだよ。最強に怖いもの、それはシクライアだろう。わあ、びっくりした。え、これでいいの？ダメダメ、まだ怒ってて。え？最高に怖いものってママだったんだ。シクライアだろう。全然怖くないじゃん。いつものママみたいじゃないじゃん。そんなこと言ったって別に悪いとこない人に怒れないわよ。なんだかよくわかんないけど、バッフローみたいな人は消えなさい。バッフロー？絡まねろ。うわあ、ママ。さて、次は？逃げろー。ダメだったか。あ、いいこと思いついた。いいこと？どんなに悪いロケット団だって、赤ちゃんにはきっと優しいはずだよ。赤ちゃん。ってことは、敵のお姉ちゃん。そう。3回もらって。ベイビーときみ様なのだ。やっぱりね、絶対ベイビーときみだと思ったよ。これで完璧なのだ。行くのだ、反応。あー、待ってよ。いやいやさ、いやいやさ、何をしてるのだ、反応。手伝ってくれなのだ。やれやれ、大丈夫かな。頼もう。来たわね。赤ちゃんなんで赤ちゃんがいるのよ。そこに赤ちゃんがいるからなのだ。いや、理由になってない。赤ちゃんだろうが関係ないわ。私は泣く子も黙るロケット団追い出してやる。いやだ。仲良くしただけなのだ。許してほしいのだ。ズキュー、かわいいじゃないの。なんなのこの子、赤ちゃんって。大丈夫だから、泣かないでね。あ、日曜日。お姉ちゃんが抱っこしてあげるからね。かわいいがっちゅね。バブー、作戦成功なのだ。まさか本当にうまくいくなんて。でっちゅね、でっちゅね。バブー、バブー。今のうちなのだ。うん。みんな、今助けてあげるからね。あなた、ドキミじゃないの。変身の効果が切れちゃった、ポケモンを取り返しに来たのね。許さないわよ。ハナ、逃げるよ。あのロケット団の監視をどうにかできないかな。わーってびっくりさせるとか。わー、いやー、びっくりした。気絶。タイちゃんじゃないんだし、そんなにうまくいかないでしょ。やっぱり。あ、ピンクちゃん。ん？あ、風船ポケモンのプリン。あ、プリンの歌は相手を眠らせることができるだね。プリンの歌でロケット団を眠らせる作戦だ。プリン、私たちと一緒にポケモン助けてくれる？
パのキウイ。僕が聞いてあげるね。ロケット弾が怖くて勇気が出せないんだって。そうなの。どうしよう。プリン、プリンの歌は素敵だよ。でもそれは上手だからだけじゃない。その音で誰かを救うかもしれないからなんだよ。私たちに力を貸して。ありがとう、うちのお姉ちゃん。じゃあ、また来たのね。何度来たって同じよ。それはどうかな。プリン、プリンだって歌う。あー、とてもいい歌声。なんだか眠くなってきたわ。歌うと、歌うと、やった眠った。よし、これでポケモン消して。プリン、ありがとう。さて、あとは、あのマッチョロケット団め、ポケモンたちを逃さないよ。ポケモン姉ちゃん、ポケモン大変。ん、やっぱり来たな、ロケット団め。この野球が大好きな俺様に突っ込んでくるとは。ウェイ、お家の中で野球だめ。ポケモン姉ちゃん、次はお前だ。思いついたんだけどさ、野球が好きなロケット団ならあのポケモンに助けてもらえばいいんじゃない。あのポケモン。そう、あのまん丸のポケモン。そんなことより、体も早くどいて。あ、ごめんごめん。この俺様がいる限り、このポケモンはロケット団のもの。ママ、また来たな。野球で勝負だ。え、野球をしてくれるの。望むところだ。頼んだよ、行くぞ。えい、ボールをよく見て。ボールじゃなくてビリリ玉。ビリリ玉お願い。うわあ、ゲホゲホ。なんで。それで無事ポケモン救出だね。ははは、ね、すっかりやられたわね。そっちこそ。まだまだよ、ロケット団の本当の怖さ見せつけてやるの。おう、そわ、なんか嫌な予感。いやー、ロケット団より怖いやつ来ちゃったよ。これどういうオチなの。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。好きなポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。ポケータだったので、クワッソを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。コメントも待ってるよ。おすすめ動画もチェックしてね。またポケル TV に会いに来てね。せーの、またねー。